6ヶ月目ですね。これが今日です、はい、これが以前です。あ、もう全然違いますね。全然違いますね、ここら辺もこうもうつるっとしちゃってますよね。ほうれい線も全然違いますね。ほうれい線も全然違いますね。いやー嬉しいですね。いいですね。10歳ぐらいはないと。本当ですか。本当に。まず年齢が55歳になります。美容に関しては全く興味なかったんですけど、まあ、ちょっと今回妻がものすごい興味あって、いろいろな YouTube とか見てて、こちらの先生にもたどり着いて、もう強く収まるんですけどね。おそらく男の人いないし、シワすごいし、年齢も高いしということで、まあ、少しでも変われれば本当に何もしないんで、美容医療って結構その治療って針刺したりとか、そういう抵抗ってなかったんですか？いや一応 YouTube 見たんで全くないですね、最悪なこのまま、であとは良くなるだけじゃないですか。別に全然、はい、顔の部分で悩んでる部分ってどういった部分ですか？例えばシワとか、まあ、シワがすごいですよね。同世代に比べてもちょっと多いのかなと。本当に例えばこの状態で肌が再生して少しでもなくなればちょっとびっくりですよね。そうですね、妻と娘が少しでも喜べば、ご家族の反応が楽しみですね。それだけですね。6ヶ月目ですね。これが今日です。はい、これが以前です。あ、もう全然違いますね。全然違いますね、目の下もの皮膚感とかも。そうですね、ここら辺もこうもうつるっとしちゃってますよね。ほうれい線も全然違いますね。ほうれい線も全然違いますね、まあ、おでこのシワは消えてはいないですけど、だいぶ薄いですね、はい、いやー嬉しいですね。いいですね。10歳ぐらいはないと。本当ですか。本当に、マイナスよかったですね。本当に10年前の顔って言っても分かんない感じですよね、自然なのがいいですよ ね自然ですもん ね完璧。笑えばシワが出ますしね。そうです ね全然恥ずかしくないです。恥ずかしくないです、整形してやったわけではないので、はい、これでまたすぐにどんどん元に戻っていくっていうこともないですので、1年後も2年後もこの感じです。あとですね、まあ、もちろん年齢が付け加えますけどもね、はい、とてもいい感じだと思います、ね、はい。YouTube もかなりなんかコメントが来てて、そうましたよ。そうですよね。男性の人はやっぱり1割ちょっとぐらいしかいないんですけど、でもやっぱり男性の方が見るとね、すごくいい感じでね。自分で見ててもほうれい線が全然違いますもんね。違いますね。違いますね。違います。目の下も違いますね。はい。はい。いいと思います。ありがとうございます。はい。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい。